日本愛知県名古屋市南区駆け上げ駆け上げは愛知県名古屋市南区の地名。現行行政地名は駆け上げ1丁目と駆け上げ2丁目。住居表示実施、名古屋市南区北東部に位置する。西は菊住1丁目、菊住2丁目、南は都市1丁目、北は水北に接する。当地は地理的には古族大地と称される大地上であり、 工作不適地であったために、江戸時代まで人が住んでいなかったという。明治、大正に至って、酒造業である菊の世や明治レンガの工場などが立地するようになり、また、内田牧場が広がるようになった。また、近藤宝石の所有地があったがこれは1943年に、住友電気工業が買収し、運動場や社宅を造成した。 1950年に開催された愛知国体の影響や名古屋市電笠寺線の笠寺への延長などにより、当地は宅地へと変貌していったという。1968年には、名古屋市へ駆け上げ住宅が設置されている。古族町のあざけつ城に由来する。2019年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移市立小中学校に通う場合、学校等は以下の通りとなる。また、公立高等学校に通う場合の学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。